フランクリン・ブキャナンはアメリカ合衆国海軍及びアメリカ連合国海軍の士官でアメリカ連合国海軍ただ一人の海軍大将である。南北戦争初期には総交艦 CSS バージニアの艦長を務めた。医師であった父、ジョージ・ブキャナンと母レティシア・マッキーン・ブキャナンの三男としてメリーランド州バルチモアに生まれた。ブキャナン家はスコットランドからの移民であった。 1815年に士官候補生となり、1825年に大尉、1841年に中佐、1855年には大佐に昇進しているは、設置されていない。合衆国海軍に45年間奉職したが、全世界で海上勤務についている。1840年代の軍用スループヴィンセンス、同ジャーマンタウンの式に始まり、 1850年代には、上記フリーゲートサスケハナの艦長として、ペリー大将の日本遠征に加わった。1845年から1847年まで、アメリカ合衆国海軍兵学校の初代校長を務め、その後米国戦争に参加した。1859年から1861年までは、ワシントン海軍校長の最高責任者であった。 南北戦争が近いの噂が流れ始めると、ブッキャナンは故郷であるメリーランドがアメリカ合衆国から分離すると予測し、海軍に辞表を出した。しかしながら結局メリーランドは合衆国に止まったため、ブッキャナンは辞表を撤回しようとしたが、海軍長官のギデオンウェルズは、忠誠心の確認できない軍人は、不要として辞表の撤回を認めなかった。 アメリカ連合国海軍に転じたブッキャナンは、総攻艦 CSS バージニアの艦長として、ハンプトンドーズ海戦を戦った。1862年3月8日、バージニアはアセスカンバーランドを昇格攻撃で撃沈し、続いてアセスコングレスを砲撃により攻撃した。コングレスは大きく損傷したが、バージニアは、騎士の陸軍部隊から攻撃を受けた。ブキャナンは、 バージニアの甲板上からカービン銃で狂ったように岸に向かって銃撃を加えた。すぐに北軍の狙撃兵が放ったミニエンがブキャナンの太ももを貫いた。この負傷はすぐに回復はしたものの、翌日に行われた合衆国海軍の装甲艦モニターとの戦闘の指揮は取れなかった。この栄誉はキャツビー・ロジャー・ジョーンズに与えられることとなった。しかし、 この海戦で合衆国海軍が被った損害は、真珠湾攻撃に至るまで最大のものだった。フランク・ブキャナンとジョサイア・タットノール1862年8月、ブキャナンは海軍大将に昇進し、アラバマ州モービル湾の海軍部隊の指揮を取ることとなった。そこで、総甲艦テネシーの建造を監督し、テネシーが完成するとそれに上官し、 1864年8月5日のモービル湾の海戦で北軍のデビッド・ファラガット少将の艦隊と戦った。ブキャナンはこの戦闘で負傷し捕虜となった。捕虜交換で解放されたのは1865年2月であった。その後負傷休暇を取ったが、休暇中に南北戦争は終結した。戦後ブキャナンはメリーランドに戻ったが、 その後実業家として1870年までモービルで暮らした。再びメリーランドに戻り、1874年5月11日にそこで死去した。ブキャナンの名前を持つ軍艦は3隻ある。海軍兵学校の校長校庭もブキャナンハウスと呼ばれている。ありがとうございます。